で僕はこう勝手に思ってます。これは陰謀論って言われてもいいかもいいけど、僕の推測です。飲食店が止まってたから消費が減りましたね。それで日本の流通とか生産者がだいぶ崩れたんじゃないですか。倒産した会社ありますよ。そうやって飲食店が営業できないとね、流通止まっちゃうんですよ。そして潰れちゃう。生産者困る、廃業する、生産能力落ちますよね。飲食店を止めると食事の生産力落ちるわけですよ。で今実際にね、足りなくなってるものいろいろありますね。足りなくなってるものいろいろあります。鳥は鳥インフルエンザもあって処分してるから、卵は足りないでしょ。倍ぐらいで上がってるでしょね。で牛乳が余ってるってね、言って牛を殺せって言ってます。牛1頭処分すると15万円くらい払ってます。でそんなことやってて食料が足りないから今度はコオロギ食えって言ってるんですよ。でまたこのコオロギ作るのにまた税金使うと。何なんですかねこれ。飲食店苦しめて生産者潰して生産を止めといて、食料が足りないからね、コオロギだと。これが一連のことだったらなかなか賢いですね。こういったことを我々は全然想像もしないし考えることもないんですよ。なぜかテレビが言わないからです。結局今の政治ね、ほとんど決めてるのはテレビです。テレビと新聞、テレビと新聞が書いたように大体みんな動きます。7割方ね、その流れに抗えないね。大阪でとか関西で強い政党ありますね。やっぱりそこはねメディアによく出るんですよ。参政党、こう見えても国政政党ですけど全然メディアに取り上げられないね。結構いいことも言ってるんですよ国会でね、質問も出してます。そういうのは全然取り上げられない。たんまにメンバーが出現したり、今ひどいのは青森の後藤誠庵さんっていう人がね、住居実態がなかったんじゃないかって敵陣営から申告受けてるんですよ。まあそれはちゃんと審査してもらえばいいけど、そんなのは疑わしいって言ってるだけですよ。それをなんでこの選挙の終盤のこのタイミングで青森中で報道するんですか。青森でも参政党で頑張ってる人いるんですよ、ね、これは大阪だからね、森本さんいいけど、もしねそんなので大阪で当選した人がね、住民票だけ移して実態のないところで活動してたんだと、まあ、ある意味選挙違反ですよ、やってた疑いがあるというふうにメディアで毎日やられたら、ね、賢くない人はすぐ騙されますよね。参政党は悪いことやってる党なんじゃないかっていうふうに錯覚起こすじゃないですか、ね、すごいことされてません。僕はなかなかやるなと思ってますよ、ね、こんなの陰謀論だと思う人はアメリカのニュース見てください。アメリカのトランプ前大統領、なかなかメディアからすごい攻撃食らってますよ。政府からも露骨ですね、トランプさんに対する攻撃は。今起訴もされてますけどね。でもこれもほとんど日本人知らないんです。なぜか日本のテレビが報道しないから。こういったことが続いてると結局世の中の本質的なこと分かんないんですよね。で結局ね、もう選挙やる前から結論決まっちゃうわけですよ。だってメディアがここを勝たせたいと思って一生懸命やると国民が投票に行くからそこは勝っちゃうね。それ以外のことがいくら声を上げたってコツコツ活動したってメディアが取り上げない限りは勝てないわけですよ、ね、そしたらもう誰が決めてるかって国民じゃないじゃないですか。メディアがもう決めてるじゃないですか、ね、賢い人たち、政治おかしいなと思ってて気づいてる人たちはもうそこで諦めちゃうわけですよ、ね、気づいても諦めるし、で無関心だともう行かないし、ね、でも真ん中の人たちですね、とにかく選挙には行かなきゃいけないと思って一生懸命行ってる人と、あとはですよ、自民党とか、ね、立憲民主党とか元々の支持基盤がありますよね、業界団体とか組合とか、そういう人たちだけは行くんですよ。あと総学会の人とか赤旗買ってる人とか、そういう人たちだけが投票に行って、それ以外のそういう組織に紐づいてない人たちがもう選挙に参加してないわけですよ。で国の政治がどん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 と我々の思いじゃないところに進んでいくじゃないですか。日本人で、ね、二酸化炭素減らしてくれって政府に頼んだ人いますか。大気中に 0.0 何パーセントしかない二酸化炭素がちょっと増えてると、ね、だからもう最近酸素が足りなくて呼吸ができないんで二酸化炭素を減らしてくださいとかだいぶ言ってないですよ ね。最近コオロギ食べたいって言ってる人もいないはずです、ね、電気自動車に乗りたいって言ってる人もいないはずですよ。日本車ありますから、ハイブリッドがいいやつが。
でも政府が勝手に決めてくるわけですよ。どこで？国際会議です、ね、国連だったり、ね、ダボス会議だったり、なんか G7、ね、あのサミットかなんか知んないけど勝手に決めてくるわけですよ。それも例えば今度サミットありますけど、サミットって言ったって西側諸国が集まってやってるだけですよね。今ロシア戦ってるじゃないですか、西側。ロシア側の情報全然日本に入ってきませんよね。ロシアとか中国の情報は別に僕はロシアを応援しようとか中国好きだとそんなんじゃないですよ。もちろんロシアも中国もなかなか危ない国ですよ、ね、でも僕たちはそこと敵対してるからこそ向こう側の情報っていうのはちゃんと知っとかないといけない、ね、日本では報じてないんですけど、この2年間ね、もう特にこの1年アメリカとか EU とか日本も経済大変ですよ。でも中国とかロシアとか向こう側についたサウジアラビアとか貿易黒字なんですよ。みんなロシアは全然冷やがってないわけです、ね、ロシアを経済制裁だって、ね、兵糧攻めにしてるつもりが実はこっち側が兵糧攻めになってたっていうですね、資源の問題ですけどね。で向こうはドル決済だって都合が悪いんで新しく通貨を作ろうとしてますね。中国、ロシア、インド、ね、ブラジル、南アフリカ、まあ、ブリックスってやつですよ。それからあとアフリカとかを巻き込んで新しい通貨を作ろうとしています。それでもし通貨戦争で負けたらですね、我々西側は多大なダメージ食らいますよ。だから EU の国々とかでももうだいぶロシアにすり寄り始めてる国があるわけですよ。中国に仲介を頼んでる国があるわけですよ。でも日本はもうアメリカの情報しか来ないから、とにかくウクライナ応援しよう、ウクライナ応援しようね、そればっかりですね。こういう状況です。さあどうしますかと言って皆さんに問いを投げてるのが参政党ですよ、ね、我々は答えは言いません。とにかくおかしいことに気づいてください、そしてどうするかを一緒に考えてくださいって言ってるんですね。受けないですよ正直、こんなこと言っても。それはね、楽ですもん。私たちが何々しますよ、任せてくださいとかですね、何々無償化しますとかね、無駄遣い減らしますとかですね、分かりやすい、ね、だから僕らもよく言われるんです。分かりやすいこと言ってくれっつって言わない。そうやって分かりやすいこと分かりやすいこと言って、ね、みんなを煙に巻いてきた政治だからです。それが今の日本を生んでるからです。それを変えたいと思ってですよ、参政党は。だからちょっと面倒くさいけど一緒に勉強してもらわないと。そんなに受験勉強みたいになんか覚えるとかそういうことじゃない。どうやって情報を集めるかとか、どうやってみんなで考えるかとか、ね、マスコミが必ずしも正しいわけじゃないとか、政府が言ってることだって鵜呑みしちゃいけないとか、そういうことを皆さんに分かってもらいたいですね。おかしいっつって反対だ反対だ反対だっていうのは共産党の仕事ですよ、ね。でもその共産党が言ってることももう最近めちゃめちゃおかしいから見てください。皆さんあんまり共産党興味ないと思うけど、共産党の公約かなりスパイシーですよね。 LGBT 進めよう、ジェンダーフリーだとかですね、ね、コロナはまだ5類、あの2類のままにしといてくれとかですね、ね、議員もみんなまだマスクつけてますしね、国会でも全く我と逆だから、政府与党に対して正しい方向からっていうと語弊があるかもしれないけども、的確な角度からちゃんと切り込む政党がいるんですよ、ね、政府の好きにさせちゃダメなんです。そしてその政府って言ったってたかが国民の2割3割の支持しかないわけですよ、国民全体で見たらね。2割3割の意思しか受けてないような政権に僕は大して正当性がないと思ってるんですね。だから自民党が本来ちゃんと自分たちの正当性を出すためには、少なくとも国民の8割ぐらいが選挙に行けるような、そういう言論空間とか政治空間を作らないと、どん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 と国民が政治から離れていくような、そんな状況を作っておいて、与党だとか過半数持ってるとか偉そうなこと言うなって話ですよ。今ウクライナのこともやってるけれどもね、アメリカの言う通りにイラク戦争も協力したでしょ。フセインが大量破壊兵器持ってるとかいろいろ言われて、ね、みんなでお金出したじゃないですか。けどフセインは大量破壊兵器を持ってなかった。じゃあ何のためにやったか、アメリカ人がちゃんと暴露してますよ。イラクの石油利権が欲しかったんだっつってね。あの時イギリスも協力したんですよね、アメリカに。イギリスの首相は謝ってるんですよ、国民に。アメリカに乗せられちゃいましたっつって。でも日本の総理当時は小泉純一郎さんです。謝りましたか、国民に。アメリカに乗せられましたって謝ってないで、ね、分かってる人はみんな分かってるけど、しょうがないって諦めてるんですよね。これをずっとやってきて今この現状です。だから日本の経済の中心にも外国の資本がいっぱい入ってますよ。日本人の賃金が上がらないのは、日本企業が稼いでも
その利益の多くが外国の株主に行っちゃうからです。こういう状態を自民党が作ってきたんですよ。やれやれっつって。その結果今そうなってるわけ。ね、だから日本人は働いても働いても賃金上がらないでしょ。ね、で、震災とかいろんなことがあるたびにどんどんダメージを受けて、ね、でも日本人はまだね、賢いから貯金は残してるわけですよ。で、その虎の子の貯金もこれからどんどん放出させようと容疑になってます。ね、税金も上がるし、ね、どんどんお年寄りがお金を貯めにくい状況が できてきますよ。そういうふうに誘導するから。だから私たちは今まだ国民の貯金を1000兆1000数百兆あります。経済力もまだ世界で3位です。第3位まだね。でももうすぐドイツとかにも抜かれそう、インドにも抜かれそうね。もう一人当たりの賃金は韓国にも抜かれそうです。台湾にも抜かれそうです。今そういう状況ですよ。今もう結構崖っぷちで、ちょっと崖から落ちてるぐらいな感じ。だからもうみんながバーッと落ちる前に、どっかで誰かがやっぱおかしいよって言わないといけないですよ。ね、繰り返しになりますけど、自民党がおかしいと思って維新に行ったけど、大した方向性変わってないわけです。いや、むしろ彼らの進む方向はかえってまずい方向かもしれないですよ。僕はそう思ってます。だから、ね、もう一回皆さんが一人の日本人として、大阪府民として、池田市民として、町を、府を、国をどういうふうに持っていけばいいかって難しいけど、ちょっと考えてください。家族でちょっと話してみてください。そういう小さな変化がすごく大事です。そして情報を集めてね、コロナのことどう思うとか、あと賛成とか言ってる食事のことどう思うとか、ね、外国資本がどんどん入ってきてるとか、外国人がどんどんですね、移住してきていて、もう千葉なんかでは、帰化した人たちが国会議員になろうとしてますね。名前カタカナですよ。自民党ですよ。これからもしああいう例がなってうまくいくってなれば、どん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 とそういう人を候補出してくるでしょ。いけると思えば、若くて見た目が良くて学歴がいいと、でも国籍は元何々人とかいう人ですよ。別に僕は外国人が嫌いで言ってるんじゃない、ね、たくさんの外国人来てもらって交流するのは大いに結構です。僕の友達外国の方いっぱいいます。別に嫌いで言ってるんじゃない。ただここは日本なんです。日本のことは日本人が決めましょうよ。日本人と一緒にやろうっていう外国人の人たちが本当の意味で長く住んで一緒にやってくれればそれは嬉しいけれども、日本人の富だったり技術だったり企業だったり、ね、空いてる家だったり、そういうものを活用して儲けてやろうと、利用してやろうという人もいるわけです。いるんですよ、そういう人たちがたくさん。そこに我々ぼーっとしてたら持ってかれちゃうから、ね、それを守りましょうって賛成と一生懸命言ってます。地域の守りってやつですね。で、じゃあどうやったら守れるか簡単に言っておきます。まだ少し時間があるから、地域のコミュニティを強くしておいてください。お祭りとか子ども会とか、そういうちょっと面倒くさいけどみんなが集まって何かすること、それを大事にしておいてください。それをすると外から入ってきにくいんですよ。地域のみんなの目があるからね。そしてちょっとあそこ家庭環境悪いなとか、しんどそうだなと思ったら声かけてあげたりね、助けてあげるんですよ。そうするとね、みんなが助けられて、ね、悪い方向に行かなくなるんです。私事ですけど、僕も実家が倒産したことがあります。その時本当に借金背負わされてですね、まあいろいろ嫌な思いして、もう僕もちょっと心がめいっちゃった時があるんです。でもその時ね、助けてくれた人がいました。親戚だったり近所の人だったり、ね、職場の元同僚だったり、それたちが大変だねって言ってお金貸してくれたり、ね、借金ちょっと肩代わりをねしてくれたりとか、それたちがいてくれたんですよ。だから僕は曲がらず人を信じてます。悪い人いるのをいっぱい見てるけど、政治の世界になって本当に嫌なこといっぱいあるけど、でもね、まだ僕日本信じてるんですよ。日本人を信じてるんですよ。そういういい人たちがたくさんいて自分が助けられたから。でもそういう経験がもし僕になくて、あの時本当に嫌な思いだけしてみんなに騙されてて阻害されてね、いじめられてたら、僕は多分信じてないでしょうね。そして騙す側にもあったかもしれません。自分さえ良ければいいと思って。世の中みんなそういう気持ちになっちゃいけない。まさに鬼滅の刃みたいな話になっちゃう。人間が信じられなくて鬼になっちゃう。子供たちをそうしては絶対いけません。今特に6人に1人ぐらいがもう貧困だと言われてます。子供たちのね。しんどいんですよ。しんどい人がいっぱいいるんです。だからまだ余裕がある人は、ぜひしんどい思いをしてる人たちにちょっと思いを馳せてください。地域にそういう人がいないかちょっと見てください。で、自分一人で助けるのは無理ですから、ね。池田にそういう人たちがいたら森本商事に相談してくださいよ。議員になってもらってね。
でこういう地域でこういう課題あるんだけどどうしたらいいって、ね、ですぐは解決しないですよ。でもそういうことをみんなで話し合って考えるのが政治なんです、ね、でそういうのを皆さんもお仕事があって四六時中やれないから、ね、あんた頼むよって言ってですね365日みんなの思いを受けるのが市議会議員なわけですよ、ね、森本商事はそれをやろうとしています。それをやって地域を守りつつ、それで守るだけじゃ防戦一方になるから、もう一回日本がどうすれば強くなるか、経済的にある程度力を取り戻せるかっていうことをみんなで考える、学び考える、そういった民主主義の寺小屋みたいなものを池田氏に作ります。それは彼一人じゃない、参政党として一緒に作る。で僕も協力します、ね、そういう政党なんです。参政党は他の政党と言ってることは違うでしょ。あれやりますこれやります任せてくださいなんて言いません。なんとか無償化にしますとか言いません。だって無償化って皆さんの税金使うだけだから。だから僕らは違うんです。皆さんに情報を伝えますと、ね、で話し合う場所を作ります。だから一緒に参加してください。それで参政党です。このアプローチの方法が全く違うんで、ね、だから怪しいとかよく分かんないとか言われるんですけど、しょうがない、新しいものは分かんないもんですから。でも私たちはどんだけ分かんないって言われてもいろいろ工夫を凝らして重ねて説明していきます。